こんばんは、鹿沼です。今週も1週間お疲れ様でした。これはですね、今月 GU から登場したばかりの Formy by GU というコスメラインをですね、全部購入してきたので全色レビューをしていきたいと思います。初めて登場した Formy by GU のコスメはですね、全部で4種類ございます。まずリップスティックが8色展開で8本登場しました。続いて2つ目のアイテムがリップグロスです。こちらは3色展開で3本ございます。そして3つ目のアイテムはクリームアイシャドウです。こちらもね、マットだったりラメ感が強いものも入っていて全部で4色です。続いて4つ目のアイテムがマルチパレットですね。まあアイシャドウパレットのようなものなんですけど、これがすごく豪華で一番人気なんじゃないかなと思います。今回の動画は全色色味を見ていただきたいので少し長くなってるんですけど、順番的にはリップスティック、そしてグロス、クリーム、アイシャドウ、マルチパレットの流れで紹介していきます。さらに Formy by GU のコスメはですね、すべて GU プライスなのでお手頃価格で学生さんも手に取りやすいんじゃないかなと思います。 Formy by GU はですね、コスメはもっと GU になれるというコンセプトを掲げておりまして、お洋服に合わせやすいようにトレンドカラーからベーシックカラーまで揃えております。さらに Formy by GU は日本製なので安心できるだけでなく、マスクをつけることを想定した上で開発された商品ばかりなので、すごくこだわられてるなと感じました。もうカラーもね、豊富ですし、可愛いアイテムがたくさんあるので早速細かく紹介していきたいと思います。それでは本日もゆっくりしかのまでお過ごしください。それではまず血色がないのでリップスティックから紹介していきたいと思います。こちらのリップスティックは590円で、カラバリ豊富な8色展開でございます。まず最初に紹介するのは11番のピンクですね。まあ、11番ピンクなんですけど、イエベさんでも使いやすそうな粘膜色寄りのピンクですね。実際に塗ってみたいと思います。塗ってみるとリップバームのような使い心地で、すごく軽いのでいいですね。ただいま11番のピンク唇に塗ってみたんですけど、いかがでしょうか。とても可愛らしいピンク色なんですけど、少し私の顔の色には馴染んでないかなって感じます。私の元の唇の色が濃いので、こういうねピンク系のお色味のリップを使うとあんまり色が乗らないんですよ。でもこのリップはですね、しっかりとピンクを主張してくれるし、発色がすごくいいのでおすすめです。続いてのお色味が13番のレッドなんですけど、果たしてこれが赤なのでしょうか。ちょっとくすみっぽいピンクにも見えるんですけど、実際に塗っていきましょう。続いて13番のレッド塗ってみたんですけど、真っ赤ってよりも少しピンクみのあるお色味ですね。これぞ粘膜色なんじゃないかなと思います。それでは L レッド塗っていきたいと思います。やはり赤ではなくピンク系なんですけど、さっき紹介した11番のピンクよりは暗くなってますね。使いやすいんじゃないかなと思います。ただいま13番の L レッド使ってみたんですけど、いかがでしょうか。先ほど紹介したピンクのお色味よりは赤みが強まったので、イエベさんも使いやすいんじゃないかなと思います。もうほんとね、このリップスティックの色そのまま発色してくれるので、色味もすごく想像しやすいですし、やはりコンセプト通りね、お洋服に合わせやすいリップの色が多いですね。続いて14番がオレンジレッドのお色味なんですけど、これがザ赤って感じなんじゃないかなと思います。14番オレンジレッド塗ってみたんですけど、いかがでしょうか。やっぱりね、これが一番赤に近いお色味だと思いますし、トマトっぽくて可愛いですね。それでは14番のオレンジレッド塗っていきたいと思います。発色めっちゃいいですね。っていうかトマトってよりもケチャップっぽいお色味で、これからの秋の季節大活躍しそうですね。ただいま14番のオレンジレッド塗ってみたんですけど、いかがでしょうか。結構ね、一気に大人っぽい印象になったとは思うんですけど、皆様的にいかがでしょうか。今のとこ私はこれが一番好きですね。続いてがレッドシアというお色味なんですけど、ピンク味が強い赤のお色味ですかね。ごめん、めっちゃ適当な塗り方なんですけど、ローズピンクっぽいお色味ですね。これブルベさん似合いそうだな。イエベですが似合いたいな、この色。ちょっと塗りすぎて唇の皮がちょっとめくれてきそうなので、ポンポン塗りで塗っていきます。ポンポン塗りで塗った方がね、発色もすごく綺麗になりますし、縦じわも綺麗に消えるので、まあ最初からやればよかったなって私は今思いました。ただいま15番のレッドシア塗ってみたんですけど、紫っぽいお色味じゃないですか。ラベンダーっぽいねお色味でもあるので、花柄のワンピースと合わせても可愛いんじゃないかなと思います。まあイエベの私でも意外と浮いてないんで使いやすそうですね。ラベンダー系のリップ使いたいけど、ちょっと挑戦しづらいな、似合うかなって不安な方でもね、使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、普段ね使わないお色味でもあるんですけど、想像してた以上に自分に似合っててびっくりしました。続いて紹介するのが17番のレッドマットですね。さらに色味が深まって濃い赤色のお色味です。
今ね、実際に塗ってみたんですけど、レッドマットって質感がマットってことか。まあそりゃそうか。今まで紹介してきたのを見ていくとね、やっぱりツヤ感がわかりやすいと思うんですよ。でも急にね、このレッドマットになるとツヤ感がなくなったので、マスクとかにもつきにくいのかなと思います。はい、今マットつけてるんですけど、確かにこれツヤ感が出ないザ・マットって感じなんですけど、だからといって乾燥もそんなに気にならないですし、可愛くないこれ。17番マットレッド使ってみたんですけど、セミマットって感じかな。ツヤ感は確かにないんですけど、めちゃくちゃ軽いつけ心地なので、唇乾燥しがちな方とかでもね、使いやすいんじゃないかなと思います。続いて紹介するのが24番のアプリコットでございます。私の大大大好きなお色味です。色味はこんな感じで、今までねちょっと濃い色が続いてきたんで薄く感じるとは思うんですけど、私のねお顔の色にすごく馴染むんですよ、アプリコットは。まあこれもね、さっきのこのピンク系の粘膜色と似ているんですけど、若干オレンジ寄りの粘膜色になっております。それでは塗っていきたいと思います。唇の色からワントーン明るくなるような、とても上品で自然なお色味ですね。24番アプリコット塗ってみたんですけど、いかがでしょうか。発色がね控えめなんで、アイシャドウだったりチークとか濃いメイクした時もね、あんまり派手にならないので使いやすいんじゃないかなと思います。続いてのお色味が26番オレンジシアでございます。すごくね、なんだろう、みかんよりも濃い、人参だ、人参みたいな色ですね。これもね、腕に塗るとこんな感じで、何回塗ってもね、これ以上濃くならないので、薄付き系のリップになっております。まあ、一塗りした感じでは色乗ってるのかわからないけども、少し発色してるような気もするけどもって感じでね、何回か塗ってみたいと思います。今ね、4、5回塗り直してみたんですけど、これ以上発色が強くなることはないと思います。私のね、唇の元の色が濃いので、あんまり参考にならないかもしれないんですけど、あんまり色がね、乗ってない気もしますね。でも逆にね、学生さんとか学校メイクの時にこれ使ってもね、先生にあんまバレないんじゃないかなと思います。で、ラストですね、すごい色味暗いんですけど、77番のパープルというお色味です。77番パープルのお色味なんですけど、黒に近い紫ですね。それでは実際に塗っていきたいと思うんですけど、思った以上にね、明るくて安心しました。割と使いやすいかもしれない。正直ですね、この色見た時にちびまる子ちゃんの藤木くんみたいになるんやないかなって、ちょっとビビってたんですけど、塗ってみるとね、意外と肌馴染みが良くて暗くなかったので安心しました。まあ普段使いできないって方もいると思うんですけど、ハロウィンの時にはね使えそうですし、なんか遠目から見るとチョコレートっぽくも見えて、まあ秋使えそうだなって今感じております。まあ控えめな藤木みたいな。続いてがリップグロスでございます。こちらは790円で全部で3色ございます。パッケージもね紫で可愛いんですけど、ピンクとエルレッドとレッドの3色ですね。まず一つ目が11番のピンクでございます。少しねパール入ってるのかな、オーロラのようにキラキラしてて可愛いですね。上品で細かいパールがね入ってるの伝わるかな動画で。色味はね控えめなピンクですね。これ発色するのかわかんないんですけど、私がね肉眼で見てもね透明に見えますね。それでは11番のピンク塗っていきたいと思います。軽く塗ってもねやっぱりピンクっていうよりも透明に近いのかな、若干ピンク発色してるのかもしれないんですけど、まあ、肉眼で見るとほぼ透明ですね。てな感じで11番のピンク塗ってみたんですけど、いかがでしょうか。まあ、透明ですかね。でも唇がすんごいチュルチュルというかプルプルになるので、まあ、重ね塗りするとね可愛いんじゃないかなと思います。で、1番の驚きがヒリヒリしてます。今プランパー効果もあるのかわからないんですけど、若干唇もねボリューミーになった気がするんですよね。790円でプランパー効果のあるリップが手に入るっていうのはすごくお得だと思いますし、これを塗る前にリップスティックをね内側に濃く塗ってたり、まあ、逆にねこれを薄く塗って上からスティックを塗って、またこのねグロスを塗ってサンドイッチ方式でね塗るのも可愛いんじゃないかなと思います。もう色味がねほとんど透明なので、これはねもう完全に重ね使いでこれから使っていきたいなと思います。続いてが13番のエルレッドというお色味です。ピンク味の強い赤ですかね。ちょっとアンティークっぽいお色味で可愛いですね。色味がこんな感じで、こっちはねしっかりと発色してくれますね。透明感のあるピンクレッドのお色味で、すごい肌なじみが良さそうだなって思います。
唇がプルプルなるだけじゃなく、なんかねアンティークっぽさもあるけれども上品なお姉さんって感じのお色味ですね。はい、13番エルレッド塗ってみたんですけどいかがでしょうか。めっちゃ可愛くないですか。なんか上品でできる女感が出た感じがするんですけどもいかがでしょうか。もうなんて言ったらいいかわかんないんですけど、真っ赤からまた 3,4 トーン下ぐらいの絶妙なお色味を言ってるんで、肌なじみもいいですし、なんだろう、あの謙虚な色っていうか、すごい控えめだから使いやすいなって思います。ラストがですね16番のレッドのお色味ですね。これはザ赤って感じですね。朱肉感ある。塗ってみるとこんな感じです。少し青みがかった赤なのかな。これも発色いいだけでなく透明感もあって可愛いですね。それでは16番のレッド塗っていきたいと思うんですけど、発色がすごくいいですね。ちょっと私の唇の形がねいびつなので、あのリップのね線に沿って塗るとおかしくなっちゃいそうなので、一旦内側に塗ってグラデーションっぽく塗っていきます。なんか肌の色がすごい白く見えるんですけど、気のせいでしょうか。黒いね髪色とやっぱり相性がいいのかもしれないんですけど、ちょっと韓国系美女寄りのなんか色味なんじゃないかなって個人的に思います。すごく発色がいいので、まああえて黒の洋服だったり白、この2色のね洋服と合わせるとぐんとねこのリップの主役感が出るんじゃないかなと思います。続いてはクリームアイシャドウを紹介していきたいと思います。こちらお値段が590円でカラー展開が4色になっております。それではまず1つ目紹介するのは1番のホワイトです。シルバー系のラメなのかなって思うんですけど、早速塗っていきたいと思います。シャドウが出てくる部分はこんな感じで、真ん中部分を押すとですね出てくる仕組みになっております。こんな感じ出てきましたね。うわラメかわいい。ちょっと軽く塗ってみたいと思うんですけど、まずホワイトのお色味がこんな感じですね。そのまま直で塗るとねかなり色味明るくて、もう光で飛んじゃうんですけど、指でなじませていくとこんな感じです。なんかハイライトにも使えそうなアイシャドウですね。いろんな色とね組み合わせてつけるのも絶対可愛いと思います。そして2色目が11番のピンクですね。これまた肌なじみの良さそうなお色味ですね。色味こんな感じで上品なピンクですね。さあラメ感はどんな感じなのか見ていきましょう。これはもうラメなしなのかな。塗ってみるとこの、あ可愛い、コーラルっぽいお色味ですね。ちょっと隣の色と混ざっちゃったんでラメがついちゃってるんですけど、ラメなしのお色味でございます。なので最初に紹介したホワイトと組み合わせるとめっちゃ可愛いんじゃないかなって思います。とこのピンクの発色が気になるのでまぶた塗ってみたいと思います。ピンクまぶたに塗ってみるとこんな感じですね。若干オレンジが入ってる気がします。はい、今アイシャドウ両方塗ってみたんですけどいかがでしょうか。主張強すぎない控えめなお色味なので肌なじみもいいですし可愛いですね。続いてが36番のブラウンでございます。色がこんな感じです。銅っぽいお色味なので使いやすそう。実際に塗ってみたいと思います。こっちはねラメ感あるのかな、ってかチョコレートみたいで可愛い。伸ばしていくとこんな感じです。これまた使いやすそうなお色味なんじゃないかなと思うんですけども、やはりクリームアイシャドウなのでツヤ感があっていいですね。ほんでラストが81番のゴールドのお色味になっております。まあこれからのね秋の季節ゴールド系のお色味のメイク増えてくると思うので、すごくもってこいのアイテムですよね。色味がこんな感じです。やっぱ肌に塗ってもね馴染みが綺麗ですし、重ねてつけると可愛いのかなと思います。はい、遠目から見てもねやっぱりツヤ感だったりラメはわかると思うんですけど、ゴールドがねあんまり色味わからないですね。ラメ感強めたい時に他のアイシャドウと重ねると可愛いんじゃないかなと思います。と涙袋の方にねゴールドを塗ってみたいと思います。派手にならないので、こうやってね単色だと涙袋に塗るのが合うんじゃないかなと思います。やっぱゴールドってだけあって光を集めてくれるので涙袋がぷっくりとして見えますね。続いてラストはマルチパレットを紹介していきたいと思います。こちらのマルチパレットはですねお値段が1490円になっております。お色味がピンク、オレンジ、パープルの3色展開でございます。マルチパレットのデザインはこんな感じです。黒ベースのね真ん中何もないんですけど、ここにねブランド名が書いてあって裏もこんな感じです。シックでねシンプルで可愛いですね。まず一つ目に紹介するのは11番のピンクでございます。まあピンクベースなんですけどブラウンだったりホワイトも入ってるので使いやすそうですね。はい、11番のピンク出してみるとこんな感じです。一番最初の線頭に白いお色味があるんですけどわかるかな。ここから 1,2,3,4,5,6 の6色ありますね。
まあ、ほぼ色見えないんですけど、この白っぽいベージュはね、ベースとして使うといいんじゃないかなと思います。そしてここにベージュのラメがあるんですけど、細かいラメがぎっしり詰まってるので、上品でね、綺麗な印象があります。そして薄ピンク、濃いピンクで、黄みの強いゴールドですね。そしてブラウンラメが入っております。全体的に発色が控えめなので、ピンクに抵抗あるなって方でも使いやすいんじゃないかなと思います。そして少しね、オレンジ味のあるピンクなので、イエベさんでも挑戦しやすいカラーだと思います。ちょっとこのブラウンを取って目の際に塗ってみよう。結構ね、色味濃いブラウンだと目がねくすんで見えるんですけど、この手のブラウンだと使いやすそう。こっちも際にブラウンを塗る。うん、やっぱ腫れぼったくならないし、目元もくすんで見えないので、このブラウン使いやすいですね。続いて紹介するのが26番のオレンジなんですけれども、まあオレンジだったりワインレッド、秋カラーがね詰められたパレットになっております。これからのね秋の季節大活躍しそうなパレットですね。はい、実際に色味腕に塗ってみたんですけど、いかがでしょうか。やっぱ見たまま発色でね、すごく綺麗なお色味をしております。先頭の2つはホワイトパールとゴールド系のお色味ですね。まぶたの中心に塗ってツヤ感を演出したりするのに似合いそうです。そしてオレンジ、ワインレッド、ブラウン、また濃いオレンジって感じですかね。まあこれをまつげの生え際に塗ったり、締め色カラーとして使えそうな2色と、このオレンジを使って目を囲むようなメイクをするとね、すごく秋っぽくて鮮やかになって可愛いんじゃないかなと思います。ちょっとこのオレンジを指で取ってみます。今ねクリームシャドウ塗ってるんですけど、上からね塗ってみたいと思います。オレンジ系なんで馴染むと思うんですよね。うわ、発色めっちゃいいな。今こちら側だけオレンジのアイシャドウを上から塗ってみたんですけれども、やっぱ塗ってない方と比較するとね、すごく色鮮やかになりましたよね。多分秋はねオレンジメイクする方多いと思うので、今回紹介する3色のパレットの中でもこれが一番ね秋に向いてるんじゃないかなと個人的に思います。続いてラストに紹介するのが72番のパープルのお色味です。まあ、名前がパープルってだけにブドウ系の紫から薄いパープルまで入っていて、で他のよりもね少し色味が濃い、なんだろう、カラシ系のお色味だったり、白そして黒に近いお色味も入っています。まあ、少し難しい色味ではあるんですけれども、これからのね秋冬の季節って寒色系のお色味だったり暗い色味って結構使うと思うので、まあこれからのね季節もこれも使いやすいんじゃないかなと思います。はい、パープル塗ってみるとこんな感じです。やっぱ一番ね紫強いのはこの色かなと思うんですけど、何より一番驚いたのがこのブラックが夜空みたいなきらめき感ということですね。多分今一番ねラメ感わかりやすいと思うんですけど、この2番目のブラック、あ嘘、3番目ですね、ここにも色ありました。この3番目のブラックめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。でもね黒のアイシャドウとか使ったことないんで、これから練習してね使っていきたいなとは思うんですけども、あれかな、このブラック使うとしたら細いブラシにとってアイライナー風に描いたり、まあラメ感が入ってるのでね、ラメライナーとしても使えるんじゃないかなと思うんですよ。まあ思い立ったらすぐ行動ということで、細いね筆を持ってきたので、今からこのブラックを取っていきたいと思います。ラメ感が可愛いブラック、これですね。黒と思ったっちゃけど、なんかカーキーですね、カーキ系の色。これをねラインみたいに引いてみる。ちょんちょんってちょっと跳ね上げるか、わかるかな。ちょっとまつげの後ろにくぼみがある感じで乗せていきます。まつげの生え際くぼみ作るようにライン。どうですかね、ライン引いてるみたいに見えます。こんな感じで For Me by GU のコスメを全色レビューやってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。何か気になるアイテムだったりお気に入りのものはありましたかね。まあ、まだねリップだったりアイシャドウしか出てないんですけど、これからベースメイクとかチーク、そしてアイブロウとか出るのかななんて想像しながら私は過ごしております。カラー展開も豊富ですし、ラメ感も強かったりとね、これから期待できるコスメブランドになっております。また新色だったり新しいアイテムが出たら共有していきたいと思いますので、その時は楽しみに待っててください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。